今日のゲストは経済評論家で経営者の常念司さんです。今日のテーマは日本経済の再成長、本当の切り札はズバリ〇〇だです。はい、もうまさに金融財政外交と何でもね、あと歴史問題もものすごくね紐解いて、勉強されている常念さんなわけなんですけれども、はい、シンクタンク的なこともやられてるんですか？シンクタンクっていうかね、まあ、私自身がやっている、まあ、会員制サイトで、ヤエスイブニングラボっていうのがあるんですけれども、まあ、実際にはこれは月に一回私が講演をして、あと、まあ、秘密のコミュニティとかありますので、うん、ここで、ちょっとあんまり表には書けないようなことを書いたりする、そういう会があるので、うん、まあ、ご関心ある方はヤエスイブニングラボっていうので、無料会員、有料会員あるので、どっちでも入ってもらえれば、いろんな情報が。これも検索していただければ。検索すれば一発で出てきます。ヤエスイブニングラボ、ね。イブニングラボと検索していただいて、はい、見ていただきたいと思います ね、 そうですね、はい。まあね、ちょっと早速行ってみましょうかね。どんな声がトップにみんな来てるのかっていう。はい、東京都足立区竹本さんです。ご出演楽しみにお待ちしてました。テレビやラジオでのユーモアを交えた分かりやすい解説にはいつも勉強させていただいています。ところで、常念先生はメディアで話される際に中国のことをチャイナと言っておられます。考えてみますと中国というよりは本来チャイナと言った方が正解に近いと思うんですが、いつ頃からメディアでそのように言うようになったんでしょうか。またこういったことについてこれまで何かクレームはありましたか。今日のテーマとは直接は関係ないですが、こういうズバリ勝負のような番組でなければお伺いできないと思いましたのでお願いいたします。なるほど。でも常にズバリ勝負してますよね。いやチャイナはだからチャイナだからですよ。中国ってのは中華人民共和国の略じゃないですか。で、中華ってのは差別用語ですからね。要は中華と異的っていういわゆる怪秩序っていうやつでね、はい、チャイナが、まあ、要は文明国で、その周りは野蛮人だっていう前提に、ね、まあ、立脚した中華という名称ですから、やっぱ差別用語は良くないでしょ。なんで、まあ、古来ね、チーナとか、ね、シーナとか、ね、シナと、南シナ海のシナね、言われてるので、じゃあそれで、まあ、本当は、シナって言った方がいいのかもしれないですけど、そう言うとなんか今、放送コード引っかかる、今言っちゃったんですけど、放送コード引っかかるらしいので、一応チャイナと。なるほど、ね。チャイナは一応言ってもいいらしいんですよ。じゃあ、南チャイナ海って言わないといけないですかね。南シナ海？じゃあ、北斯事変とかの死は一体何を表してるんだろう。そうですね。話なんですけど、はい、いや、だからより、歴史的に、一般的に普及した、まあ、チャイナというね。あと、アメリカにもおられたので、はい、やっぱアメリカだとチャイナっていうことありますからね。アメリカチャイナですからね。はい、アメリカ人はチャイナって言って問題ないのに、はい、日本は南シナ海の南を取ると怒られるわけでしょ、南と海を取ると怒られるでしょ、なぜみたいな話ですよね。そうですね。まあ、本当このなぜっていうものがね、たくさんある中で、はい、今日はまたね、新たに皆さん発見していただきたいと思うんで、どんどん行きましょうか、はい、とりあえずね。千葉県鴨川市、ラジオネーム、榎本義和54歳 A 型さんです。財務事務次官のセクハラ問題ですが、あくまで個人の資質に関することなのに、麻生大臣が、男の記者にすればいいと、男ならセクハラを受けても OK とも取れる暴言まで発して、かばおうとしている、姿勢が理解できません。きっちり調べて厳正に対処するとだけ言っておけばよかったのに不思議です。さて、日本経済の再成長ですが、切り札は消費税率の引き下げだと考えます。経済同友会の代表幹事が消費税率は 14% まで引き上げるべきと発言しましたが、バカバカしくて笑うほかありません。デフレに戻してすでに多くの貯蓄がある金持ちと、弱者との格差を固定して新しい身分制度を作りたいのでしょうか。多分ね、新しい身分制度を作りたいんでしょうね。そうとしか思えないですよ。でね、まあ、この増税の問題っていうのは何がポイントかというと、その増税しなきゃいけない理由として財務省が挙げていること、はい、これが要はそのまあ、森友問題で文書の書き換えありましたけど、あれと同じようにですね、嘘なんです、嘘をずっと言ってるんです。財務省は嘘つきなんです。で、財務省が嘘つきだってことがバレたので、麻生さんも平身定とお詫びすりゃいいのにね、まあ、また組織の論理でかばうわけですよ、これは僕は問題だと思いますよね。財務省嘘つきだったと、それはなぜかというと日本は財政危機ではないということなんです、簡単に言うとね。これもリスナーの皆さんも本当に今日常念さんに聞きたいって方多いと思う、もちろん僕もそうなんですけども、今正直ですね、この日本で消費税というのは必要なんでしょうか。まあ、一応ね、消費税という税金は大変よくできていて、税の構造上はね、まあ、取り漏れがなくて、で、たくさん使う人からいっぱい取れるっていうのは面はあるんですけれども、ただその日本の消費税の最大の問題点はですね、免税品がほとんどないんですよ。全部一律でしょ？軽減税率もないし、はい。そうするとね、消費税収で見た場合ね、消費税で取れる税収が、まあ税収の何パーセント占めてるかって見た場合、欧米とほとんど変わらないんです。税の負担は。大体もうね、3割以上今、消費税が税収を占めてるでしょ、で、欧米なんかはその食料品がもうタダだったりとか、税金がね。ありますね。着るもんタダとかいっぱいあって、その代わり十何パーセントなんですよ。はい。それで大体税収が 30% ぐらいなんで、そういう点で見るとですね、もう日本の消費税ってもうほぼいっぱいいっぱいなんですよ。これ以上取っちゃいけないよね。で、しかも今日本の経済状況はどういう状況かというと、はい、
ね、デフレからやっと脱却して、足取りがまだおぼつかないと。うん、まあ、脱却できてるかどうかまだ微妙みたいな、うん、まあ、ところですよね。物価上昇率で見ると、本当だったら 2% いかなきゃいけないところが 0.5% ぐらいですから、うん、まだね、増税なんかして景気を冷やしていい段階にはないんですよね。うん、でさらに言うと、日本が財政危機かというところも全く違って、うん、もし日本が財政危機だったら、今頃とっくに国債が売られてるんですよ。そういうことですよね。はい。ところが今、日本。独自で。そうです、そうです。ね。で、日本の、いや、今ね、国債の金利って何パーセントでしょうと。何パーセントですか、加藤さん。はい。3。何パーセント失礼いたしました。金利何パーセント、はい、金利が 0.、違います。マイナスです。マイナス !10 年以下がマイナスなんです。なんと。すごい安いんですよ。勉強不足で、ね、え、これね、もしね、ジンバブエ中央銀行総裁が、はい、明日からマイナス金利ね、とか言ったら、一昨日行きやがれってね、もう国際金融市場からボーボーになると思うんですよ。ところが、日銀の黒田総裁が、明日からマイナス金利だよって言ったら、ははー、黒田様了解いたしましたって感じで、もう、誰も逆らわないんです。すごいでしょ？すごいですね。日本経済の信頼はものすごいんですよ。で、なんでかって言ったら日本政府がすごい資産持ってるわけで、うん、日本政府はあれですよ、1100兆円も資産持ってるんですよ。その部分はあんまり言わないですよね。そうなんです。アメリカ政府の3倍持ってるんですよ。びっくりなんですけど。あ、3倍じゃない。今ね、円安になったから2倍ぐらいなんですけど、はい、それでもアメリカ、人口3倍のアメリカの2倍の資産持ってるんですよ。すごいですよね。だこういう状況で、なんで財政危機が発生するんだと、うん。で、しかもそのね、国の純債務といってですね、はい、その、借金から資産を、引いたね、本当の正味の債務っていうのは、だいたい毎年ね、50兆円ずつぐらい減ってるんです、うん。これアベノミクスになってからそうなんですけど、安倍総理が出てきてからもう50兆円ずつ、毎年毎年、債務が、純債務が減っていくと。多分東京オリンピックまで日本は資産超過になるんじゃないかと、うん。で、どうしてそんな国で財政破綻が起こるのと。言うともね、あの、財務省はね、バカの一つ覚えで、医療費がって言うんですけど、それ制度設計の問題でしょうと。ね、例えば財政破綻した夕張市なんて、総合病院亡くなったんですけど、もうおじいちゃんおばあちゃん長生きで、病気にもかかんなくて、もうみんなピンコロですよ。で、こういうのちゃんと勉強して全国でやったらいいじゃんと。で、これ実は夕張市でやったことって、スウェーデンでやったことも全く同じなんですよ。エーデル改革っていうのやったんですけどね、そういうもう病床数が多すぎると、病人も増えちゃうんです、実は。あの、ベッドの数だけ病人増えるっていうね、不思議なことがあってね。で、それね、外すとね、割と健康になって長生きするんですよ、ね。へぇー。こういうのやったらいいんですけどね。いや、今聞いて多分、今日初めて驚かれた方もね、まあ当然なことなんでしょうけれども、いや、そういう部分をなぜメディアは言わないか。なぜ言わないのか。ね。まだ言ってないですよ。全然ね。で、借金がどうだとか。そうなんですよ。借金ばっかりだから注目してて。例えば私、企業経営してますけど、もし私に10億円の借金があったとして、はい、うわ、ジョネさんすごい借金してますね。借金大物ですね。とか言ってる裏でね、私が、ふふふ、本当は資産15億持ってるんだぜ。とか言ったら、どうなります、うん、そうですよね。ね。10億円借金してるけど資産15億だから、うん、プラマイプラス5億円じゃん。いやいやいや、ほんとそうです、ね。十分金持ちじゃんみたいになっちゃいますよね。孫さんなんかもすごい数字が出たりしますよね。そうですよ。孫さんだってすごい借金してますよ、うん。資産もいっぱい持ってますから、うん。だから資産と負債のバランスで決めないと、ね、財政が大丈夫か大丈夫じゃないかって言えないのに、うん、負債の話ばっかりするわけですよ。お前そんな貯金持ってんのに何言ってんだと、いうことですよね。うん、でそれをケチ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 溜め込んで何してるかというと、特殊法人に金くれてやってるんです。うん、なるほど。そこに甘くなっていくわけです。じゃあその村社会というか、村の人たちが安定して、はいはい、まあ本当これこそ立場がもう、はい、なんていうんですか、分けられちゃってますよね。そうなんですよ。だからそういう意味で消費税増税っていうのはますますそういうね、まあ官僚利権というか天下り利権をね、強化するものであって、うん、あの、我々、まあ一般人にとってはですね、もう全く好ましくないことになるんですね。で、しかも財政危機でもなければ、ね、それからその日本経済の全体の流れから見ても増税のタイミングでもないし、もう本当にだから、あの、これだけはやってはいけない政策なんですけど、下手すると来年上げるみたいなんですよね、これね。うん、安倍さん頑張ってほしいんですけどね。本当に経済もその、ね、今の話を聞いてしまうと、逆に、今のどうなんですか？こう、特にね、ブラック企業はどうだとか、はい、その、労働時間、ね、まあ、はい、来春からそういう、ね、時間のあの問題も、はい、新たな法律が出るっていう話ですけれども、はい、この状況の中で、なお時間が働かなくなって、経済良くなくなるわけない。いや、あのね、まずね、日本のね、問題点はね、規制がね、はいはい、その、要はその、まあ、もっとこう、なんていう、例えば IT 化とか、できる場所がいっぱいあるんですよ。はい、まあ、例えばその、あの、市役所や区役所行って住民票取るときもね、あの、紙一枚取るのに何人働いてるんだみたいな世界ですよね。そのコンビニでピッて取れて、そっちいいんじゃないと。はい、で、そのね、重機ネットからマイナンバーになってね、カードできましたけど、ちっとも利便性が良くなくて、いまいち使えないし、ああいうのもっと進めるべきなんですよ、IT 化をね。そうすれば、その、今人手不足でね、人足んなくて困ってる業界もいっぱいあるわけですから、そういうところにも人がどんどん移ってくると思うし、実はやれることがたくさんあるんですけど、それをあんまりやってないと。まあ、あとあの、印鑑って普通に使ってますよね。はい、あんなもん使ってるの日本だけですよね。うん、確かに。今はだってあれ写真撮られたらいくらでも偽造できますよ。ね、3D プリンターで。うん、で、銀行が未だにあの印鑑で、
本人確認とかするわけですよ。うん、私この間銀行行った時、これ危なくないですか、うん、と。こんなんて誰かが後ろで盗み取りしたりとかね。ですよね。ハッキングして監視カメラの映像で陰影取られたら、これ簡単に偽造できますよ、うん。いや、でもそういう決まりなんで。誰が決めてるんですか。そう言いますよね。大企業によくありがちな。そうなんですよ。決まりなんで。で、結局金融庁がそれでいいって言ってるんですよ。あ、そんなのやるんだったら、電子認証とか静脈認証とか、ね、いっぱいあるじゃないですか。うん、エストニアのあの電子認証なんて二段階認証で非常にセキュアなんですけど、うん、そういうもの持ってくればいいんですよ、ね。そうですよね。未だに紙の通帳とハンコでしょ、うん、危なくないって話ですよ。効率も悪いし。いや、怖い話ですよね。怖いですよね。で、そういうのあるんですよ。今、なんか、陰影が取られちゃうと、それで 3D プリンターで偽造されてみたいなね、はい、こともあるので、特にお年寄りの方なんかはね、気をつけなきゃいけないですよね。いや、本当に。はい。まあ、そんな、頼っちゃダメですね。頼っちゃダメです。そうです、はい。で、そういうところをこう変えていくだけで、まあ、印鑑やめるってだけでものすごい需要生じるじゃないですか。いろいろこう、日本はまだそういうやることがいっぱいあるんですけど、効率化ね。もう人もいらなくなるし、なんとかっていうことができて、少子化にも対応できるはずなんですけど、まあ、そういう点でもですね、まあ、変な規制が、まあ、たくさんあってですね、未だに印鑑使わなきゃいけないとか、おかしいですよね。いや、今聞かれてる方、ね、本当にね、本当ビジネスされてる常念さんだからこそ、あ、本当俺もそう思うっていう方多いと思うんですけどね。一回コマーシャル行きましょう。はい。